今現在10時回ってるんで、雲取り山頂じゃなくて小鳥山頂の避難所に着いた。避難所のところ、避難所のところの温度計見ると、温度計21度ぐらい、やっぱ涼しいね。20、下が30度になるのでちょっとね、じゃあ23度。ここで21度ってことは涼しいって。避難小屋まで着きました。避難小屋入らない、山頂向こう、山頂地方で歩いてみます。ここ通れたっけ、ここ通れたっけ。ここなって通れだね。避難小屋、避難小屋ってすぐいっぱいになっちゃうから、ここもう見たことが初めて見る人すぐいっぱいになっちゃうんだ、ここ。うん、はあ、さっき雨降ってきたんでね、山頂近く近づいたらね、太陽出てきた。で、まだ雨は降ってんね。天気はいいんだ。日差しは出てるけど、雨ポツポツ。もう少し山頂で、これは雲取山山頂だ。はぁ、あ、もうちょっと。天気雨ってこれだよ。あ、こんにちは。何度目かの雲取り山頂。本当奥多摩湖なんて頭止まりが多いからね。でも去年の8月の休みもほぼ休み来たから、まあ、その前もそうだ。前ね、大休み登ってね、山頂までね。まあ、こんな雨が降るような気持ちだなんて、ここほどかとかよく見えんだけどね、天気ってね、何も見えない。歩くとかね、何も見えないや。やっぱ山頂29度だったな、あれ、避難小屋の温度計ね。ってことは下は暑いんだね、23区ね。30度来たいんだね、じゃあね。10度くらいだから。やっぱ山はいいね。10度くらい来たからね、平野ってね、ここで。下はもういいでしょ、30度だから、もう。でまだ12度だから、これから暑くなるかもしれないね。昼過ぎ、2時くらいまでね。あれが山頂の石碑だ。この職員知ってる人聞いたけど、これなんだろう、一般民だ。石まで行くとか行くとこういうのがね、黄色い花ってなんて言うんだろうね、一般されてんの。一応ね、どれとかずっとね、これ知ってる人がいるとなんだろうね。山頂こうで向こうが雲取山荘、僕登ってきたのが奥多摩小屋。今日向かうのはね、山梨側の三条でいうの、三条小屋の方行きます。じゃあそこも先頭は。2018年も、雲取山頂、着きました。着きましたよ。まるで、おまたに立ち、おまた。2017メートルだ。日本百名山の一つ、雲取山登頂とかね。去年2017年記念で行ってきたからね、確かに昇降年だったからね。景色は何も見えませんけど、三角点ね、三角点。女の子でいたおまたですね。大切なところって見てもまたそうよ、女の子で一番大切なところだな、おまた。でもそう、あ、日本百名山の雲取山、これが大山の大将ってやつ。これが大山の大将。あ、疲れた。あと下山傾向や、そんな重力に任せる感じだから、そんなに半減するんだよね、下山はね。あとは下山なんで、
重力で、まあ、重力が手伝ってくれるからね、そこが滑らないようにしないといけないんで、ストックがあるといいんだ。なんとたどり着いた。なこんな雨空で曇りなんで何も見えないけどね、去年は多少見えたよ、あれ穂高のものとかね、多少富士山とかな、多少今の時間帯、2018年8月の12日日曜日の11時のこの今の時間帯は、まあ曇ってて何も見えない、ね、あでも、東京来ました。まあ境は東京都の埼玉ね、こんな感じで、はい、本年も登頂しました。で戻ろうか。なんか東京サイズ今回だけ一回だけ撮れたんだ、本当でしたっけ、本当そうなんだ、もう一回だけで、今日これから行く山上の、去年5月の3、4、5の時行ったんだね。本当ってもう登る方で下山は初めてだ。ああ疲れた。天気がここでコーヒーとか飲みてるけどな、でも雨ポツポツ降ってっからな、あんまりやめとこうね、やめとこうね、うん、まあ今多少やむけど、まだすぐその大降りじゃない分よかったけど、多少降るんだよね、ポツポツって急に降り出すんだ。こっちからこっちから行こうか。現在かすみこさんもお山の大将です。雲取山というお山の山頂を歩いてます。お山の大将、人間だらけの、ね、お山の大将に憧れるからさ、登山が泣けそうだもんね。あー気持ちいいね、これ曇ってるけどね、こんな感じ。気をつけなきゃね、降りるときはね、重力だったら自然と転がり分けるんで、滑らないようにしないと。日が暑いな、日差しが差してきたね。まだ山頂ダルビッシュってことが少し平らくなる、北海道みたいな、少し平らくなるダルビッシュとか、ね、こんなんだわね、この雲時いっぱいあるんだ、今夏バイクとこで黄色いのがね、あれ七つ石に降りたあたりの辺、合流起点この一応年のあたりからさ、ずっと尾根沿いにあるんだよね、これね、なんていう花なんだろうね、これね、この辺多分名産みたいにね、多分いっぱいあるもん、これこの尾根沿いにこの黄色い花あるんだよね、これ知ってる人教えてね、
この花なんだろうね。いっぱい虫ついてんね。なんだろうこれね。本当にさ、山頂の湯ね、一応湯が出てるからね、山頂の湯っていうわけで。山梨君側の山頂の山頂礁なんだこっちは。それを見て。早い人ここに来てさ、寝泊まりする場所なんだけどね、早い人、避難小屋無料だからさ。だから大晦日からすぐにいっぱいになっちゃう。もう呪いから取れないわ。ここだったらこの橋の出たとこからね、見やすいからさ、山頂なんで。取れない人はさ、沖玉川のテント場で泊まって、夜明け間近に登ってくるっていう感じ。すぐいっぱいになっちゃうって、せいぜいもう十数人でいっぱいでしょうからね。早いもんが来て。ああ、疲れた。はあ、まあ、ずっと自分は暑いんだね。で、ここ小屋の中でここを汁作ってもいいんだよね。これ、そうしたらね。室内の中でさ、平らだから満たしてほしいんで。